ただいまより公益財団法人 JKA 補助事業交付式を始めてまいります。それでは本交付式の主催者であります公益財団法人 JKA 補助事業部担当執行理事浅野文久よりご挨拶申し上げます。皆様おはようございます。本日は2022年度公益財団法人 JKA 補助事業部交付式にご参加いただきまして誠にありがとうございます。さて JKA の補助事業競輪とオートレースの売上の一部をもとにさまざまな社会課題の解決を図るためさまざまな事業の支援を行っております。2022年度は全国で575件およそ62億円補助事業に充てることができます。世の中に大変貢献しているものと思い自負しておるところでございます。今日お越しの事業者の皆様には高齢者、地域の健康、産業、自転車の世界的なレース、世界の水問題の解決といったさまざまな分野で社会課題の解決に取り組んでいただきます。数多く申請あり、その中から選ばれた皆様の事業でございます。北海道、さらには全国において大いに貢献していただくよう期待いたしております。続きまして、こちらサテライト石狩がございます。石狩市を代表いたしまして石狩市長加藤達之様よりご挨拶を頂戴いたします。お願いいたします。この度交付決定を設けられました5団体の団体法人の皆様、心よりお喜び申し上げます。おめでとうございます。私どものいろんな事業に対して地域貢献、社会貢献も行っていただいているものですから、今後ともですね、継続することをですね、切に望むものであります。石狩市内にはですね、水場省の群生地もあります。また石狩地区、厚田、浜松とですね、朝市の漁港も、漁港朝市もあります。ぜひとも皆様ですね、これを機会にですね、石狩の地を訪れていただければありがたいなと思っております。コロナ禍で大変制約を受けた環境の中ではありますけれども、それぞれの立場においてですね、皆様方がご尽力をいただいて、より良い形でですね、社会が動くことをですね、期待するものであります。続きまして、早川清太郎選手よりご挨拶をいただきたいと思います。自分たちがレースをすることによって得られた売上の一部というのが、社会貢献に伝わっていること、そして事業者様の力に慣れているということは本当に自分たち、いつも胸に思い、そして日々レースを精進していきたいと思っておりますので、事業者様の皆様も、今後一層頑張っていただければなと思っております。続きまして、堀田萌奈選手よりご挨拶をいただきたいと思います。私たちがレースに参加することによって得られる売上の一部が社会貢献につながり、皆様、事業に携わる皆様のお役に立てていることを誇りに思います。一層一層全力で競争に臨み、日々精進していきたいと思います。それでは補助金交付決定通知の交付に移りたいと思います。北海道対岸協会様、交付決定通知になります。検査者、こちらもよろしくお願いします。ありがとうございます。ツールド北海道協会様、交付決定通知になります。大会の成功に応援します。札幌保温会様、交付決定通知になります。はい、よろしくお願いします。では、記念撮影を行ってまいります。北海道大学薬学部皆様、交付決定通知になります。研究もよろしくお願いします。ただいま、よろしくお願いします。では、記念撮影を行ってまいります。北海道立総合研究機構様、決定通知になります。それでは続きまして、
補助事業者様よりご挨拶を頂戴したいと思います。補助事業者様を代表いたしまして、公益財団法人北海道対岸協会専務理事白川様、お願いいたします。 JKA 様より採択のご連絡をいただきました。私ども協会では会長をはじめ職員一同が大いに喜び、心から感謝をしているところでございます。この度 JKA 様からの助成を受けて、医教部併用エクセンデジタル検診車を整備することが可能となりましたことは、道民の方々がどこに住んでいても精度の高い検診が受けられ、受診率向上と早期がんの発見につながるものというふうに考えております。本当にありがたく感謝に堪えません。本日は誠にありがとうございました。皆様、本日は2022年度公益財団法人 JKA 補助事業交付式にお集まりいただきまして誠にありがとうございました。